はい、これでなんとですね、かぼちゃが出来上がりました。で、中の面いらないんで消しましょう。この辺の頂点にカーソルを合わせて L キーを押すと、L キーを押して UV にしておくと、ブーリアンしたメッシュだけ選択されます。こっちも。で、この穴を選択して、これですね。なんか僕が作ったオブジェクトはブーリアンがうまくいってないのか、際どいとこも選ばれちゃってるので、これは選択解除しておいて、で、X で面を選んで消しましょう。そうすると、中身が空洞になったかぼちゃが作られます。いい感じですね。こいつに対してもう一回ソリッド化で厚みをつけましょう。まあ、ソリッド化してないと結構ペラペラなので、ソリッド化して厚みを、幅をいい感じの0.05とかですかね。もうちょっと太くてもいいかな。0.07とか。で、たまにですね、こういうメッシュのエラーが出ちゃうんで、この辺は頂点を整理してあげると治ります。例えばこことここをつなげてあげる、 J キーでつなげてあげるとか。この辺はちょっと動画内で説明してると時間がかなりかかるので、このブーリアンでできたこの頂点が近いとことかは2つ選んであげて、 M キーで中心にマージとかで、なるべくシンプルなポリゴンの流れを作ってあげましょう。こことかもですね、 M で中心に、この辺もってやってあげると、まあ大体エラーは消せるのかなと思います。で、あと今多角形ポリゴンがめちゃくちゃできてるんで、本来ならばちゃんと処理してあげないといけないんですけど、今回は簡単に作る方法なので、多角形ポリゴンは、ブレンダの機能を使って消しちゃいたいと思います。 A キーで全部選択してもらって、ここの面のメニューから面を三角形化。これで多角形がなくなります。面を三角形にしてから、さらに面を三角形を四角面にっていう、三角形にして四角形にするっていう謎の工程を踏めば、こういう多角形のポリゴンは処理されます。三角形ポリゴンにしてくれるんで、これで、はい、なんとかポリゴンというかトポロジーを整理しましょう。で、まあ、気になる人はこういうチュチュってなったやつはマージしちゃって、几帳面な人はこの辺きれいにしてあげてください。はい。で、ですね、今ここの、なんだろう、断面がふにゃふにゃってなってると思うんですけど、これきれいにしたいと思います。かぼちゃ選んでもらって、この三角形トライアングルのアイコンからノーマルの項目の自動スムーズをオンにしておいてください。これで、まあ、45度とか30度でもいいんですけど、45度にしましょうか。45度にしておくと、面の角度によって方線をきれいにしてくれるんですね。で、一旦テンション上げるためにレンダーしましょうか。Z キーからレンダーで、ライトを用意してあげてください。ビューポートにライトがない場合は、シフトプラス A からライト、ポイントライトでいいです。これで、後ろと前に点灯してあげて、こっちも連打にしておきましょう。で、後ろのライトを1000ぐらい。で、正面から当ててるライトを暖色に、後ろのライトを寒色にすると、いや、まあ、明るい色にしよう。で、もう一個複製してあげて、口の中に入れましょう。口の中に入れて、こんな感じですね。体の中に、口の中、かぼちゃの中に入れてあげて、この、レンダープロパティのブルームをオンにすると、なんと発光するんですね。なんとなんと。素晴らしい。で、背景を暗くしましょう。これ、地球儀マークから背景のカラーをもっと暗い色に。で、若干青っぽい色にしてあげると、もうなんかいい感じですよね。光強すぎるなって思ったら、かぼちゃの中に入れたライトの強さをちょっと下げてあげる。600とか400とかでもいいですね。うん。
で、あとちょっと形状気に食わないなと思ったら、僕はちょっとヘタが小さいなと思ったんで少し大きくしてあげます。はい。で、この要領で作ったかぼちゃを複製して並べてあげるだけで、ハッピーハロウィンですね。で、地面用意してあげましょう。ポイントライト消したら超かっこいいですね。これでかくしてあげることでかぼちゃの家みたいなのも簡単にできちゃいますね。はい、かぼちゃの家で、さっき作ったかぼちゃを応用すればこの辺のモデルもサクッと作れるのではないかなと思います。またサブスタンスペインターとかでのテクスチャの描き方とか需要があればそっちも、動画にしようかなと思います。はい、では今回の動画はこれにて終わりです。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまたね。